ペドロのパリーグオフ補強採点一発。いや、ボールが悪かったな。それは悪いですね。悪いな。うん、山川モデル。なんでけどこれ、昨日のステリーグに続きまして、うん、パリーグ。はい。パリーグ楽しいみだな。うん。パリーグ調べてきましたよ。はい。うん、早速行きましょうか。早速行きましょう。オリックスから行きます。はい、オリックスですね。まず補強ポイントからちょっと僕なりに、うん。うん、考えました、はい。そうすると野手からいきますと、はい、まあ、去年規定打席で到達してないのが二塁手と捕手だというところで、うんうん、まあね、ショート紅林選手が出てきてね、うん、まあ今年どうなるかっていう感じなんですけど、うん、まあこうやって内野、うん、二遊間できる選手が補強ポイント、うん、まあで捕手は意外ともいるんですよ。伏見選手とか頓宮選手とか、うん、まあいるんで、すぐのね補強ってよりは違うのかなっていうところで、うん、まず内野手、その二遊間をまず一つ目のポイントで、うん、でもう一つがですね、やっぱさすが打率は1位ですから、チーム打率1位ですよ。ただ何が低いって盗塁がね、50個で5位なんですよ、チーム盗塁。やっぱ走力の選手も必要なんじゃないかっていうので、はい、そこも補強ポイントに挙げさせていただきました、はいはいはい。で、投手見ていきます、うん、投手先発防御率は 3.33 で1位ですよ。あー、それね、あー、文句なし。うん、で救援防御率が 3.26 で5位ですよ、はい。ああ、救援防御率ね、救援のちょっと年が上がってきてるっていうところもありますから、うん、これリリーフ陣はマストで補強ポイントだなっていう。マストね。マストですよね、うん、っていうところの、3点を主に考えさせていただきました。はい、内野手二遊間から見ていくと、まずドラフトでね、野口選手2位で獲得しましたよ。いいよ。これはね、しっかり二遊間競わせるっていう意思を感じますよね。いい。そして外国人も、スイッチヒッターのブレイビック・バレラ選手、バレラ投手、バレラ選手、バレラ選手を、獲得しました、はい。なんとこれはユーティリティプレイヤーだと、内野どこでも守れますよ。おいおいおい、俺を使えと。ミスター中島バレラで、一応二塁での起用かって言われてるんですけど、さっきの野口選手とこのバレラ選手入れることで、今の足立選手、紅林選手、うん、でこの二遊間絡めたもう争奪戦で底上げですね、うん、で素晴らしい補強なんじゃないかなと思います。いい、ね、で走力、先ほど言った盗塁数ね、でもここも効いてくるな、渡辺選手の、ドラフト4位で取りましたから、これもまあまあレギュラー掴むかっていうと、まあちょっと疑問符なんで、ダイソーから、ま、ただ走れる選手を取ったっていうことはもう確実に補強ポイント、うん、マッチしてる、うん。しかも福永選手も取りましたからね、キャッチャー取ったな。すぐにはいらないでしょって思うけど、取ったからもう本気ですよ。バリバリ V9 やるつもり。いや、本当にそういうことですよね。で、山本選手多分2、3年後60億とかもらってV9 行きたいんや。僕ってくれ単年60億や、うん、めちゃめちゃですね。で、そしてリリーフですね、はい、リリーフは、まず外国人ジェシー・ビドル投手、ビドル196センチ、3安、うん、こちらが最後の抑えにつなぐセットアッパーを期待されて入ってきてます、うんうん、あとジェイコブ・ワグスパック長えな、なんか変覚えにくい名前だな。はい、っていう投手も取ったんですけど、こちらはどちらかというと先発向きかなと。か、うん、外国人はないので3人バレラ選手と合わせて3人取ったって感じですね、うん、でリリーフは当然ムクノキ投手と、うん、ドラフトで横山投手、うん、セガサミから来て横山投手も、候補ですから、抜け目ないな、完璧に近いんじゃない。いやズバズバ来てる、ズバズバ来てるんですよ。オリックスはドラフトでは即戦力中心に、うん、そして外国人もしっかり有益ポイントにバシッと当ててきたと。いいね。いうところで、私なりに採点させていただくと、はい、90点、うん、うん、文句なし、文句なし、はい、すごい、はい。ホームランがね、去年133本で1位だったんですけど、うん、ちょっとホームラン打てる選手がちょっと少なくなってきてるかなっていうので、うん、ちょっと減点はさせてもらいました。うん、うん、あと走力の渡辺選手はレギュラー取る選手じゃないかなと思ったので、うん、そこでちょっと限定して90点、うん、でも素晴らしい補強だったと思います、ね、いやいや、もう、うん、理にかなってます、うん。ロッテ、はい、いいですか。ロッテいきます。ロッテは野手の補強ポイント、うん、規定打席に達してないポジションは捕手、センター、サードですね、うん、まあここら辺のポジションは必要だろうというところですね、うん、で打率が2割3分9厘で4位ですから、うんうん、ちょっとね打撃の方も、うん、そして盗塁数は107で1、文句なし、うん、なので足はもう使えてるってことですね、うん。なので1つ目は捕手、センター、サードのレギュラー補強してるかなっていうところですね、うん、足は、うんうん。
そして投手見ていくと先発防御率 3.67 で5位、うん、クオリティスタートも 44.76% で5位、うん、救援防御率 3.22 で4位、うん、これ投手陣の補強がちょっとね強みにしなきゃいけなかったんじゃないかなと、うん、で先発投手1つ、うん、リリーフ投手、うん、どちらもやっぱり補強してほしい、うんうん、アウトの選手からじゃ紹介しましょうか、うんうん、アウトはまあ外国人ハーマン選手、フロレス選手、エチェバリア選手が退団と。エチェバリア選手退団ですね、自由契約になりました。あと清田選手も一応自由契約と感じるとですね。そして、代わりに取った、外国人が一人だけですね、はい、タイロン・ゲレーロ投手。ゲレーロ、はい、こちらリリーフ、はあ、セットアッパーを期待されて、はいはい、取りました。なのでリリーフのところは補強的にはいいのかなという感じでございますね、うん。そしてドラフト、うん、ドラフトでの即戦力は、まあ、広畑投手と、八木投手、まあ、あとは池田内野手、うん、池田ライト選手ですね。あ、取ったね、うん、池田ライト選手も、まあ、二遊間で使いどころあるかなっていう、まあ、サードそうだ、ね、チャレンジっていう可能性もありますけど。松川君開幕スタメンマスクないかないでしょ。やってきたらびっくりするけど。山田太郎ないか。いや、やってきたら、いや俺あっぱれって思うよ。なんだろう、井口さんあっぱれって言いに行くわ。うん、分かりまで。なので野手の捕手、センター、サードレギュラー陣は、うん、要は現有戦力でやってくれよっていう意思表示でしょうね。センター藤原選手、サード安田選手、そうだね、うん、やってくれっていうことでしょうね。なので補強としてはしてないので、うん、これ減点ですね。そして先発投手、はい、広畑投手取りましたけど、はい、ちょっと足りない。ルーキーで、うん、ルーキーで一人で先発補強とは言えないかなっていう、うん、あと1枚ぐらいね、うん、やっぱり外国人なり取っとけばよかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあちょっと減点、うん、はい。ただリリーフに関しては先ほど言った広畑投手、八木投手含めてタイロン・ゲレーロ、はい、選手も補強しましたから、はい、ここは20丸だろうと、はいはい、いうところで、ロッテの補強採点は80点、うん、あ、うん、ちょっとガクンと。まあね、オリックスに比べたらですけど、ピッチャーがね、うん、大丈夫かなっていう、うんうん、あ、ピッチャーなんてな、名前でもいいんだから本当ですいい考え方です、それは、はい、はい。楽天いきましょう、はい。楽天は去年の成績を見ますと、はい、補強ポイント野手はキャッチャーがだけですね、うん、規定打数いってないのは、うんうん、規定打席到達は一応していたと、はい。ただ打撃見るとショートセンターも、まあ、守備がいいんでね、さすが選手と小深田選手、ね、守備で貢献してるんですけど、うん、まあどうかな、まあなので一応捕手っていう形にしておきます、はい。そして、打率が2割4分3厘で3位、うん、ホームランが108本で5位、うん、やっぱり長距離砲ですよね、うん、言われてる右の長距離砲なんですよ、うん、しかも楽天はね、補強ポイント、うん、そして盗塁45で6位、うん、走れる選手、これも何度言ってます、うん、が欲しいと、うん、なので野手が多いです。キャッチャー、長距離砲、走れる選手、うん、っていう感じですね。で投手見ていくと先発防御率は 3.75 で4位、はい、救援防御率は 2.751、うん、先発でしょ。そうだね、先発を補強した、うん、なので以上4点、先発含めて4点ですね、はい。それでアウトの選手が牧田選手、藤田選手、あと外国人のコンリー投手、うん、ディクソン選手、うん、カスティオ選手の5名がアウトした、うん、アウト。でイン、ちゃんと右の長距離砲取ってきました、うん、クリス・ギッテンス、ギッテンス、ギッテンス、そしてホセ・マルモレ・ホレ、マルモレ・ホレしかホセ・マルモレ・ホス、マルモレ・ホス、これ多分1年通して有名わ、マルモレ・ホス、マルモレ・ホス、うん、と西川選手ね。なので走力に関しては西川選手で、もう20丸でしょ、今日ね、まあ、いい試合も出れて、もう充電で使えば間違いない、うん、ね。で長距離砲に関しても外国人2人、ちょっと前外国人ってことで、はい、3つなとこあるんですけど、うん、まあ丸は渡せますね。それなんと捕手、愛知大のね安田選手、大好きなんよ、めっちゃ俺追うわ、あれね、まあ、取りましたから、うん、まあ、即戦力かっていうところはあれですけど、まあ、ウィークポイントしっかりいったっていう丸ですね、うん、先発なんですよ。先発が、まあ、現有戦力でいけるっていう多分球団の判断なんですけど、これ1、2枚取ってよかったんじゃないかなと思うんですけど、去年のドラフトで即戦力といえるのが、うん、早稲田の西垣投手、金沢学院大の松井投手、うん、JFE 西日本の吉川投手、うん、なんですけど、まあ、西垣、先発を主にやったのは西垣選手だけと
いうところで、ここは補強できてないな。そうだね。うん。いうところで、バツか。あ、先発いけるって、うん、俺はちょっと正直。去年4位ですから、先発防御率。はい、ほんまね。うん。なので、バツなんで、はい、それを総合すると、総合75点。あ、楽天は。あら。大丈夫かな。ちゃん。っていう感じかな。マー君が中3日で回るからそしたらあ20丸です。その他20契約26連勝負け直したんですね契約を。それは問題です。はい、ソフトバンクですね。野手、これはまあ言われてますね、内野手が必要だと補強ポイント、うん、これねびっくりしますよ。さっといきますけど、はい、打率リーグ1位、はい、ホームランリーグ2位、うん、盗塁リーグ2位、うん、なんでこれで。ああそうなんだ。はい、で投手陣を見ていくと、先発防御率 3.36 に救援防御率も 3.072、うん、なんでこれで B クラス1位だったっけ。いやいや4位ですよ。すげえな。そうなんですよ。なのでまあ今言われてるのは二遊間、うん、サードのまあレギュラー陣は補強ポイントかなと、ソフトバンク、うん、でアウトした選手をどう補強してるのかなっていう、うん、外国人あとはリリーフですよね、うんうん、っていうところかなっていう感じですね。アウトした選手がマルティネス選手、先発の、うん、でかいですよ。で川島慶三選手、うん、アルバレス、バレンティン、うん、まあ、そして人的保障で岩崎投手もアウト、うんうん、したんですけど、人的保障の又吉投手リリーフでね。今年本気です、ソフトバンク。本気だね。ピッチャーも、2人、レイ投手って覚えてます？あれ、あ、途中で最契約だっけ、うん、帰国したんですけど、いいピッチングしながらも家族の、いい、うん、再契約ですから。いや、中盤ちょっとこれすごいな。そうです。でもう一人タイラー・チャットウッド、メジャー52勝のピッチャーも取りました。外国人枠熾烈だね。熾烈ですよ。戦うんすよね。12球団1じゃないこれ。すげえな。いやすごい。で、内野手の枠なんですけど、はい、フレディ・ガルビス選手。え、審判に？違う、そう、ガルベス。ガルベス。ガルビス。え、あの酒のお供の？いやそれカルビス。あ、カルなんだっけ。いいな。カルパス。カルパス。青春の味は？え、カルピス。コーラな。あ、いやなんだよ。それ引っ掛け。ショートの選手ですね。まあどこで、まあセカンドとかもできるんですけど。あ、そう、ショート取ったか。メジャー通算109本。なので、セカンド三森選手とかもね出てきましたけど、まあ今宮選手、三森選手、ガルピス選手。うんうん、それでドラフトでも野村選手、NTT 西日本から、うんうん、内野守れるね選手を取りましたから、うん、ここら辺で争わすんだなっていう感じですよね。なので内野手に関してはまあ外国人とドラフトなんで丸かな、うん、丸だね、うん、一応弱いところに入れた。すごいな、そこ本気だな、うん、本気を。外国人は20丸、うん、でリリーフ又吉選手ね FA、うん、20丸、なので得点95点。そうだね、うん、で孫さん金髪とかにしていやそれは分からんけど、何の私は本気ソフトバンクからね。いやーちょっとソフトバンクすごいな。もうそれはそうなのよ、資金力もで育成もバーっているわけですからね。そう、ちょっと本気出したな。ちょっと4位にしたらいかん球団だったかもしれんで。いやそうそう、3位とかで終わらせたけどここまでいってなかったかもしれん。いや本当にそう、本当にそう。いやーソフトバンク楽しみだな。やべえな、やばい、ちょっとキャンプ楽しみですね。やばいな、はい、そして日本ハム、はい、補強ポイントは野手、まあねこれ打率2割3分1厘6位、うん、ホームラン78本6位、うん、野手ですよね。野手だね、うん、打てる選手、うん、ピッチャーいいんだから。で特にポジション的には二遊間がちょっと打撃弱いかなと言われているのと、僕は外野手も近藤選手、浅間選手、まあいるんですよ、若手、五十嵐選手とかいるんですけど、うん、打てる外野手も補強しといた方がいいんじゃないかな、うん、とは思うんですよね。っていうところで、であと野手は2つですね、うん、二遊間と外野手、うん、投手がリリーフ陣、うん、先発はね、防御率 3.42 で3位で、はい、で中継ぎも 3.14 で3位なんですよ、うん、って考えたら数が必要なのはリリーフ陣だろう、補強リリーフしとけばまあいけるかなっていう感じですね、うん、でアウトした選手は太田選手、そう、西川選手、うん、秋吉選手、うん、僕の今言った補強ポイントなんですよ。お前だね、うん、だいいの出してるって、うんうんうん。で、あと外国人はアーリー選手、ロドリゲス選手、で、バーヘーゲン投手、うん、先発でいいピッチングしたんですけど、今交渉中ということで、うん、多分厳しいだろうというところで抜けます。でね、まず投手の補強から見ましょうか。うん、コディ・ポンセ投手。横浜の。横浜じゃないですよ。毎回言うな。で、あとジョン・ガント投手。こちらメジャー24勝。どちらも先発候補として、
獲得しました。ピッチャーから。ピッチャーね。で、古川雄二投手。はいはい。これはリリーフでね。そうだね。取りましたね。うん、そして、ドラフト組で言うと、長谷川選手。うん。金沢学院大。うん、と、北山投手、京産大。うん。を取りましたんで、まあ外国人2名と、うん、ドラフト2名ずつ取ったって意味では、まあまあ、まる、あ、3つのとこ多いですけど、まるかなというところでございますね。はい、そして二遊間。二遊間の補強は、水野選手、ドラフトでね、うん、獲得しましたんで、このあたり絡めて、もう一人外国人でも取ってます。はい、ヌニエス投手選手。はい、内野手で、2019年31本メジャーで打った。うん、選手ですね。三塁手なんですけど、まあセカンドとかもできるのかな、うん、っていう意味では、まあ二遊間補強3人、あとアルカンタラ選手を取ったわ。え、あのアルカンタラじゃない、アリス・メンディ・アルカンタラ、違う、うん、メンディの方、メンディのアリス・メンディね、はい、3人取ったんで、まあアルカンタラ二遊間は補強したかな。で、外野陣は補強してないんで、はい、バツです。はい、もうしょうがない、しょうがない、うん、なので総合点は70点。お、一番低い子。うん。まあ、ビッグボスがね、どのようにマジックを起こすか。まあそうですね。原油。楽しみです。メインで。はい。覚えてます。はい、最後、西武ですね。はい、西武の補強ポイントは、野手。外野手ですね。うん。うん、野手は外野手。外野手が固まんなかったんで、うん、まあ、ここをどう補強してくるか。そして投手陣が、先発防御率 4.16、6位。救援防御率 3.59、6位。補強ポイント、先発は特に左腕。そしてリリーフも補強ポイント、うん、何人いてもいいっていう状態ですね、今。その中で、まずアウト、はい、アウトは外国人ですよね、スパンジェンバーグ、はい、ニール、ギャレット、うん、ダーモディ選手を自由契約としました、うん、そして入ってきた選手が、まあ、野手、外野からいきましょう、いいあ、ね、外野、ジャンセン・ウィティウィティ、ウィティ選手、ウィティ選手、うん、まあ、内野手の選手なんですけど、ファースト、サード、セカンド、どこで守れます。いや、それ、ショート以外。スパンジェンバーグみたいなことやってる。いや、本当に。で、外野守れる。いや、本当、スパンジェンバーグよ。中距離ヒッターで、3A、2割9分9厘、19本、70打点。ああ、でもいいね。うん。いや、本当、え、じゃあ、スパンジェンバーグでいいんじゃないと思って。名前変えて、最終発だって。ウィティです。芸名。芸名変えて、最終発、可能性もある。いや、チーム変えたら分かるけど、別に同じチームで。で、もう一人外野手がブライアン・オグレディ、オグレディ、マイナー91本、通算91本選手、はいはい、こちらも中距離バッターって言われますね。お、長距離は国内でいいよということなんでしょうね、はい、あたりを、外野手では補強してきた、はい、まあ、ただ2人とも未知の外国人ということで、ね、まあ、三角かな、うん、うん、いうところですね、そして先発の左に関しては、ご存知、隅田投手、そして佐藤選手、うん、取りましたよ。で、あと外国人でもエース投手っていうのはね、左腕取りましたから、うん、ここは丸かなと、うん、うん、いう形にさせていただきました。そうね、そうするとリリーフはどうなるのか、はい、リリーフは、バーチ・スミス、結構取ってるな外国人、まあそういう理解ですからね、うん、だから某高橋含めて5人取りましたね、あ、某高橋、はい、なので、ただリリーフはちょっと補強しきれてないんで、現有戦力でどこまでやれるかっていうところなんですけど、補強としては、三角かなというところで、総合すると75点でいかがでしょうっていう感じですね。ちょっとソフトバンクがすごすぎて、他の球団、まあオリックスなんか良かった、ね、あ、オリックスも良かったですね、バツバ言ってたから、うん、これはちょっと楽しみだな、パリーグ。いや、ちょっとね、ここら辺を見てどう読んでいくかっていうね。あ、そうですか、うん、はい、はい、ということで、2日間にわたりまして、はい、12球団オフの補強はどうだったのか、ちょっとね、採点というか、はい、我々の意見を述べさせていただきました、はい、明日も最強ベースボール動画応援ですので、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。そのまんまここまでするなら、工藤さんもう1年っていうのはなかったんかな。本当だな。工藤さんもう寝ながら采配しても勝つぐらいのあれだな。そう思って。分かったか。あえいかんはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。